来季の続投が決まった山形の木山隆監督、45、は16日、記者会見を開き、J1、昇格は叶わなかったが、次戦は勝利で終わりたい、と述べた。16日現在、山形は最終戦を残し、勝ち点56で11位。とりわけ引き分けが17、13勝11敗って、取りこぼし、も。今季、外国籍選手は DFE ジェスン、23、のみで、局面を打開できる助っ人 FW などは不在だった。だが、指揮官は、J1 昇格を決めた長崎のスペイン人 FW ファンマ、27、と、FW 版の豊、ち、27、も引き合いに出し、ファンマ、11点、より番の、13点、が得点している。足りない点は補強でカバーする、と来季も新戦力に依存しない方針を表明した。一方で MF 滝高野、22、ら若手が台頭し、育成の手腕が光った年でもあった。来季は昇格を目指して、チームが一枚岩になるように努める、と、木山監督は2年契約最終年に改めて意欲を示した。